吉谷さんから暗い動画が送られてきましたが、なんか音声が入ってないんで何言ってるのかよくわかりません。まあ私なりに翻訳してみようかと思うんですけどもね。ちょっと画面切り替えていきましょうか。ん？何何？唇を読んでみると、私はマトリックスアフィリエイトを久保哲郎に売りつけて詐欺りました。でも残念ながら久保哲郎はその詐欺の商品を使ってでも稼いで、今ここに元気で生きています。グッバイ。なるほど、そういうことだそうですね。そう、詐欺だろうがなんだろうがね、それはネタなんですよ、ね、そのぐらいのタフさがないとこの世の中やっていけませんよ、ね、当たり前のようにインチキもあるし、勘違いもあるし、行き違いもあるし、真剣にやっていてもやられちゃうこともあるんですよ。全部飲み込みながら乗り越えていくしかないですね。いってらっしゃい。